まあしょうもないアドリブ入ったりすることはありますけど、8割9割同じことをやってます。それで、反応も差異は全くないので、はい、結果は多分そうですね、皆さん今やっぱテレビに面白芸人の方がいっぱい出てはりますので、やっぱお笑いに関してこうちょっと柔らかくなってる部分もあるでしょうし、大阪、東京、ないたら西日本、東日本の差なんてのは基本的には感じなかったですね。やっぱりこう東京で生まれ育った人が大阪に嫁いできた人が新喜劇見て面白いですねなんて言っていただくことがある時点で、まあその関係ない話ですし、はい、さんまさんとかダウンタウンさんが東京で受け入れられている時点で、僕らも頑張ればきっと受け入れていただけるんじゃないかなとは常々思ってました。はい、新喜劇自体は、まあ、みんなで一応笑い取るというか、まあ、サッカーチームみたいなもんなので、別に誰か点入れたらうわー、で他 の、 そのバラエティとかやと、まあ、若手の人とかやったらあいつ受けられたな、じゃあ俺もみたいなことありますけど、これに関しては4人で打ち合わせして、4人で打ち合わせしてるってことで、まあ、僕が独断で偏見で決めてるもんですから、まあ、一応こう、みんなでこうってなってるので、みんなが受けた方がいい競技なので、うん、はい、僕らはまあサッカーで言うたらブラジル代表というよりもギリシャ代表みたいな方をね、みんなでこう点取りに行くみたいな感じが新喜劇ですので、本当に僕たちも集団で一応やってますので、ね、まあ、本当に、世間様にご迷惑をおかけするようなことはないようにしないといけないなと改めて身を引き締めるというか、僕も本当に自分に打ち勝てない性格で、本当に自分にも甘いですし、なんかやっぱり自分を律してこうなんていうかね、全てを完璧に聖人君子のように生きるということはできないタイプですから、まあ我がことのように、もうお酒をちょっと気をつけるというかね、もう別にお酒のせいということでもないですけど、やっぱそういうところは身を引き締めないといけないなと思いますし、また後輩たち、まあ、その川端メンバーとか、いや、だからやめなさい何にもしてないからな、まあ、一応新喜劇のメンバーですよ。メンバーじゃないんですか。いや、メンバーやけど、ここでメンバーでややこしになるからな、これ。川端メンバーとか、スチューメンバーとか、酒井、はい、メンバーもやっぱりその気をつけて、まあ、やっぱお酒とかね、僕らも打ち上げとか行ったら飲みますんで、そういうのは控えたいなとは思います。